アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年6月23日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 X リーグ、ジュニアトーナメント準決勝の1試合、ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして両チームウォームアップを終え、その試合開始の時を迎えようとしています。両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思っております。本日はメインスタンプ側に陣取っておりますチームカラーグレーをまとっておりますのが、ゴールデンファイターズです。すみません、若干、画面とかぶっておりますので一旦画面をワイプを外させていただきます。創部1992年の5月、チームに関わる全ての人に勇気と感動を与えられるチームを目指し、構成メンバー皆さんに支えられていることを胸に刻み、試合に勝つということ、そして最後まで諦めないという心で、強さを発揮し真摯にフットボールに取り組み、チームともに成長を目論んでおりますゴールデンファイターズの面々となっております。近年は X2 に長く在籍しておりまして、昨シーズンも昇格を果たしました、初田防災設備崩壊、そしてトライアクシスジェイサーズ、今春はそのジュニア、グリーンボールチャレンジにおいて優勝を取りましたジェイスターズと肉薄しまして、 X1 の座席を争いまして最後まで優勝争いに絡みました。その実力非常に素晴らしいものがあります。骨太な紳士なフットボール、その言葉通りに再現するゴールデンファイターズがこの4強対決の中の一戦一角として勝ち上がってまいりました。このまま一気に春制覇、そして昨シーズン果たせなかった X1 昇格を目論むゴールデンファイターズとなっております。これに対しまして反対側に陣取っておりますのが本日の対戦相手でありますサイドワインダーズです。こちらも非常に成績よく、あります。昨シーズンは X3 に在籍する形でしたので非常に厳しい状況にありました。しかしその中において、奮闘を重ねまして、X3 を制覇し、そして X2 昇格を成し遂げ、再び今シーズンは X2 で戦いに挑まんとしております。そしてその勢いに乗じるかのようにこのトーナメントも4強の一角に加わってまいりました。またサイドワインダーズは関西最古の社会人チームとしてもその歴史に名を刻んでおります。その総合メンバーは京都大学、日本大学、立命館など数々の強豪チームによって結成されましたサイドワインダーズです。かつては岩谷産業をスポンサーとし、 X1 の中でも強豪勢の一角として戦っておりました。現在その厳しい状況を突破し、再びその栄光の時を取り戻さんとするサイドワインダーズが今回の対戦相手となっております。審判団がフィードに戻りまして、これより試合開始の時を告げようとしております。一旦若干画面の方を切り替えさせていただきます。
ただいまより NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会第 X リーグ2024グリーンボールジュニアトーナメント準決勝ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの試合を行います。令和6年6月23日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて、X リーグ2024ジュニアトーナメント準決勝、ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズ一戦がまもなく行われようとしております。グレーの日本が試合開始12時キックオフ予定となっています。ただいまグラウンドの中央では審判団両チームのキャプテンによるコイントスが行われております。これより試合に先立ちましてコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが本日はホームチーム扱いとなりますゴールデンファイターズ、奥側に陣取りますのが本日はアウェーという形になりますサイドワインダーズです。全国各地本日は非常に雨が強い日となっております。この、大阪エキスポ、大阪エキスポもその、天候の中に行われております。現在は雨がほとんど降っておりませんが、しかし天候変遷するその強い風に見舞われております。ゴールデンファイターズレシーブ、サイドワインダーズキックオフ、ゴールデンファイターズリターンで試合が始まります。グレーのユニフォーム、ゴールデンファイターズがレシーブです。この試合は2クォーター12分の正式ゲージが行われます。最後にデッキを飛ばしまして、まもなく試合開始の時を迎えます。まず試合はサイドワインダーズのキックオフで開始する形になります。キックオフしますのはサイドワインダーズ11番の井戸です。対しましてゴールデンファイターズはリターナーに10番、さらに0番を配置した模様です。0番は本田、10番は北川です。サイドワインダーズのキックオフで試合開始。さあゴールデンファイターズリターンに入った、リターナー10番中央付近突破を図りまして30ヤード付近からの攻撃を得ます。この位置からゴールデンファイターズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新を図るか、あるいはその過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはゴールデンファイターズ自陣32ヤードの位置からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあしかしまずその最初のプレートラブルが発生、ラインセンターからのボールがスナップを見られましてボールがロスト仕掛けました。なんとかクォーターバックこれを抑えましたが、しかし結果的には倒れた地点までが攻撃の獲得距離、この場合は喪失距離となりますが3ヤードロスになっております。
攻撃権1つ失いまして、ゴールデンファイターズセカンドダウン、攻撃権更新必要距離13ヤードに変わります。失礼しました、14ヤードに訂正します。4ヤードのロスです。ゴールデンファイターズセカンドダウン14。パス成功。ここでオフェンスは攻撃が開始点より後方より前一度だけできる前パスを敢行しました。このパスを右に展開しておりました。ワイドレシーバー87番に通しまして、約5ヤードから6ヤードゲインに変えております。ゴールデンファイター、タールダウン、ファースターまで残り8ヤード。この結果、攻撃権更新必要距離は残り8ヤードに変わっております。ゴールデンファイターズ。ターゲットは87番の藤田でした。ゴールデンファイターズ、サーダン8。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック。左に展開していたレシーバーにパスを投じまして、攻撃権更新を図りましたが、しかしこれはサイドワインダーズ17番が飛びつきましてパスカットし、パス不成功に変えております。前パス失敗ですので、ここで攻撃3回目は終了となりまして、攻撃権最後の4回目に変わります。見事なパスカットを決めたのはサイドワインダーズ17番の柴田でした。ゴールデンファイターズ最後の攻撃権、フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄を意味します。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。ゴールデンファイターズフォースダウン8。このパント雨天の影響か大きな返しにはなりませんでした。結果的には自陣脱することができず、ゴールデンファイターズ陣46ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となり、攻撃権は変わりまして、今度はサイドワインダーズの攻撃に変わります。直行様、早速チャットラインのメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズの応援メッセージ、これはチームにとって大きなエネルギーになると思います。さあ、しかし攻撃権は変わりまして、今度はサイドワインダーズ、相手陣入ってからの、相手陣46ヤードからのファーストダウン10。パス成功。パス成功。まずサイドワインダーズのパスプレーから入りました。クォーターバック右にスプリンターを通し、ワイドレシーバー24番にパス、これを24番キャッチしまして、約4ヤードのゲインに変えております。まず最初のプレー、見事にパスキャッチを決めましたのはサイドワインダーズ24番の井上でした。これによりましてサイドワインダーズ相手陣42ヤードからセカンドダウン6と変わります。攻撃権更新必要距離は6ヤード。パス不成功。再び右にスプリントを通し、ワイドレシーバー24番にパスを投じましたが、これはゴールデンファイターズ25番、見事なパスカットでパス不成功に変えております。バイパスは失敗しますと攻撃権を1つ失いまして、この場合はサードダウンに変わります。見事なパスカットを決めましたのはゴールデンファイターズ25番の国木でした。ダウンが1つ進みます。先ほどセカンドダウンでしたので、今度はサードダウンとなります。サイドワインダーズサーダウン6、3回目の攻撃と変わります。攻撃権更新必要距離は6ヤード。パス成功。パス成功。今度は中央に走り込んできたレシーバーにパス、ワイドレシーバー12番、これをカバーされながらキャッチしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。結果的にフォースダウン4回目の攻撃に変わります。しかし厳しい状況を見事にキャッチしましたのはサイドワインダーズ12番の田原でした。サイドワインダーズフォースダウン2、パントフォーメーションを取りました。こちらもキックにより陣地挽回を図ります。このパントは大きなリターンを避け、あえて手前側に切りました。結果的にゴールデンファイターズリターンできず、ゴールデンファイターズ陣21ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となりまして、ゴールデンファイターズに攻撃権戻ります。
まず最初の双方の攻防はパントという形に終わりました。互いにディフェンス陣奮闘というところもありますが、同時にこの天候の影響を感じる最初のシリーズでした。さあ2回目の攻撃シリーズに入ります。ゴールデンファイターズ自陣21ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプレーいた。今度は地上戦の勝負を展開します。ランニングバックにハンドオフをしまして、中央密集点にランニングバックを突入。ディフェンスに群がりましたが、これをランニングバック42番見事に踏ん張りまして、さらに粘り腰セカンドエフォートを見せまして、約2ヤードのゲインに変えております。まずタコがランを最初に披露しましたが、42番の門田でした。さあゴールデンファイターズセカンドダウン8、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離8ヤード。さあ再び中央のランプレー、今度も密集点1番に突破を図らせました。しかしこれはサイドワインダーズ見事にラインバックアーチに対応しまして、このランプレーノーゲイン、獲得距離なし、サードダウンに変えます。島田剛也選手の中央プレーでしたが、さあゴールデンファイターズサードダウン8、ノーゲインに抑えております。3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離8ヤード。パス成功。さあ今度は右にいるレシーバーに向けてスイングパス、外へ走り抜ける弧を描くようなパスコースを走らせ、オープンを展開図りました。レシーバーのその走力によって一気にゲインを図らんというプレーでした。ターゲットは17番、しかしこれはゴールデンサイドワインダーズ24番タックルしまして、攻撃権更新を果たしておりません。フォースダウンに変わります。ターゲット17番は岡村でした。それを仕留めたのは24番の井上です。ラストダウン、新たなファーストまで残り4ヤード。さあゴールデンファイターズフォースダウンに変わりまして、パントフォーメーションを取ります。ここでパントサイドワインダーズリターンしようとしました。しかしここで雨のためかボールをロスト、滑らせて落としてしまいました。この落としたボールを抑えましたのがゴールデンファイターズ、従いましてこの結果攻撃権はゴールデンファイターズに再び戻りまして、ゴールデンファイターズ結果的に前進する形で攻撃継続です。ゴールデンファイターズファーストダウンで攻撃継続となりました。さあゴールデンファイターズは相手陣に入った格好になります。相手陣44ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ゴールデンファイターズ、ここでゴールデンファイターズパスによって突破を図ろうとしました。しかしそのパスを取りましたのはサイドワインダーズ、従いまして攻守交代となります。ターンの場によりまして攻守変わり、今度はサイドワインダーズの攻撃と変わります。フリーボールでボールをキャッチした選手の権利となります。ここで一気にゴールデンファイターズの試合前進図らんとビッグプレーを狙いましたが、しかしこれは結果的に実らず、ターンの場となっております。さあゴールデンファイターズ今度はサイドワインダーズの攻撃、ナイスラン。ここでランプレーから入りました。ランニングバック託されまして、右オープンを当初展開しようとしましたが、ここでゴールデンファイターズディフェンスに殺到、これをしかし振りほどきまして左オープン展開し、5ヤードから6ヤードのゲインに変えております。本日は天候のため、危機不安定のため、配信に集中して、難しい点が出てくるかもしれませんが、何卒ご了承お願いいたします。スリリー様、本日も配信ご観戦ありがとうございます。
パスコンプリート。パス不成功。パス不成功の判定です。今度は右に展開していた5番にパスを通し、そこからキャッチアンドラン、ヒッチパスによるキャッチアンドランを図らんというところでしたが、ディフェンス陣プレッシャーをかけまして、このパス不成功に変えております。PR 準備、PR。PR 準備。サイドワインダーズ、サーダウン4。パス不成功。今度は左奥走り込んだ8番にパスを投じました。ディフェンスを振りほどきてこれを取らんというところでしたが、わずかにこのパスキャッチできず、パス不成功によりフォースダウンと変わります。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。アメリカンフットボールでは反則が発生しますと審判団よりファールマーカーが投じられます。黄色に審判団から黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。果たしてこの反則は果たしてどちらにありましたか。まもなく審判団から判定が行われます。リターンチーム反則地点より10ヤード下がりまして、ゴールデンファイターズのファーストランです。リターンチームの際のゴールデンファイターズの反則です。背後からの不正なブロック、相手選手を後ろからブロックしました。後ろからのヒット、リターンチームの選手は相手選手を背後からヒットしてはいけません。危険な行為としてみなされ反則となります。10ヤードの抜体、しかし攻守は変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃となります。ゴールデンファイターズ自陣41ヤードの地点に下がりまして、しかし攻撃に入ります。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあまずパスプレーから入ります。右オープン展開しておりましたワイドレシーバー33番でしょうか、失礼しました、83番ですね。83番にヒッチパスを通しまして、そこから約4ヤードのゲインを果たしております。パスが成功です。パスを取りましたのは83番のキッカーです。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウン、ゴールデンファイターズセカンドダウン6。これはサイドワインダーズナイスディフェンス。今度はランニング枠1番にハンドオフし中央突破図りましたが、しかしこれはサイドワインダーズ9番が見事に対応しノーゲイン、サードに変えます。今度は中央プレーでしたが、見事なタックルをしましたのはサイドワインダーズ9番の岩永でした。岩川春樹選手がタックル、ノーゲイン。さあゴールデンファイターズサードン6となります。ボールは自陣46ヤード、ファーストまで残り6ヤード。これを20番ディフェンスカバー振りほどいて見事にキャッチ、攻撃権更新、ゴールデンファイターズファーサー。見事パスキャッチしたのは20番の山田でした。7ヤード引きるファーサー。さあここでクォーターバック竹内のパスが通り始めております。ゴールデンファイターズ相手陣37ヤードに入りましてのファーサーアンテ。さあ
ロープハイターズランニングバック1番スマリコヤ選手右のスクランプレー、相手が狂きましたがセカンドショートで粘りまして約6ヤードのゲインに変えております。タフな走りを披露したのは1番の島田でした。約6ヤードのゲイン、ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストまで残り4ヤード、ゴールデンファイターズセカンドダウン4、ボールオン相手陣31ヤード。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック7番中央切れ込んできた87番にパスを通しましたが、しかしサイドワインダーズ17番見事に対応しこのパス成功に変えています。ダウン3番に変えます。見事なカバーを披露したのはサイドワインダーズ17番の島田。ゴールデンファイターズサダン4、何枠1番ラストプレーで中央突破、ゴールデンファイターズファースト、見事攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースト、ランニングバック1番島田、これゴールデンファイターズは自慢のパワープレーで勝負持ち込みました。ラストプレーブロッカーをつけ中央1点突破するランプレーによって中央突破しまして攻撃権更新果たしております。ゴールデンファイターズファースト。さあリセットしました攻撃、相手陣26ヤードからゴールデンファイターズファーストアンテ、パス成功。今度は左ランニングバックを展開しての17番のスイングパス、ここから左オープンを17番突入しまして約7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。ゴールデンファイターズワイドレシーバー17番岡村、17番は岡村でした。ゴールデンファイターズセカンドダウン3、ボールオン相手陣19ヤード、クォーターバック7番パスを投じようと構えました。しかしその一瞬の隙を突きましてサイドインダーズ53番キュービーサーク、パスを投じる前に攻めサードダウンに持ち込みます。見事キュービーサーク披露しましたのはサイドインダーズ53番村越でした。素晴らしいキュービーサークでした。村越隼人選手がキュービーサーク、ゴールデンファイターズサードダウンテ、約7ヤードのロス、ゴールデンファイターサードダウン、ファーストまで残り10ヤード、パスインコンプリート、パス不成功、ラストダウン、この距離をパスによって突破かりました。ターゲット87番、しかし逆リードとなりましてパス不成功、フォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウンって、さあフォーメーションを変えたフィードゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングス43ヤード、フィールドゴールを狙う模様です。さあどうだ、距離は十分、キック成功、フィードゴール成功により3点獲得となりました。この距離を25番見事にフィールドゴール成功しまして、ゴールデンファイターズ先制点となります。3点獲得となっております。国木寛大選手のフィールドゴールチャレンジ、アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、3点がボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレスキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでボールをキックで決めますと1点、エンドゾーン持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。アメリカンフットボールはこのような得点パターンの組み合わせにより引き分けが起こりにくい決着方式となっております。そしてその試合は得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで再開します。
イドライナーズリターンに入った。これはゴールデンファイターズナイスカバー。結果的にほとんどリターンさせず、サイドライナーズ陣を4ヤードからの攻撃に変えます。ゴールデンファイターズのキックオフで試合が再開。サイドライナーズリターナー8番竹原翔太郎選手がキャッチ。さあ勢いに乗っていこうとしております。ゴールデンファイターズこのキッキングでその勢いを感じるシーンがありました。ボールはその結果サイドワインダーズ自陣7ヤード付近にセットされております。この位置からサイドワインダーズ反撃に入ります。さあサイドワインダーズは何としてもこの状況打開を図りたい。サイドワインダーズ自陣7ヤードからファーストアウト。パス不成功。まずパスプレーにより突破を図りました。右に展開しました。16番にパスを投じましたがこのパスオーバースロー、パス不成功となりセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン点。パスを投じる前に仕留められました。エンドゾーンで倒されかけましたがコーターバックなんとかこれは食い止めました。しかし自陣1ヤードに下がっております。ここでホイッスルです。第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、ゴールデンファイターズ3点、サイドワインダーズ0点。まずその第1クォーターはゴールデンファイターズリードを取る形になりまして、これより攻守方向を入れ替え第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替わりでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序章となります第1クォーターはゴールデンファイターズが攻撃勢いに乗りまして先制となります。フィールドゴールを決め、まず主導権を取った格好になっております。またその勢いディフェンスにも移っておりまして、現在サイドワインダーズをアップにプレッシャーをかけている状況で、この前第1クォーター終了となりました。さあしかしそれはこの天候の中、攻守の方向を変わりますことによって状況に変化が生じるかもしれません。その変化が起こるかもしれない第2クォーター注目しましょう。さあ攻守の方向入れ替わりまして、これより第2クォーターを迎えます。サイドワインダーズ攻撃権はありますが、しかし非常に厳しい位置にボールはセットされます。まずはこの状況突破がなるかどうか注目といったところになってまいります。言い換えますとゴールデンファイターズとしてはここでさらに加点を狙うディフェンスのプレッシャーが期待されるところでもあります。西岡様、メッセージありがとうございます。中継ありがとうございますとメッセージ、非常に心強く嬉しく思います。さあここを変わりまして、これより第2クォーター始まります。ボールの1ヤード、非常に厳しい状況でサイドワインダーズサーダウン16、残り16ヤード。パス不成功。ラストダウン。ここでクォーターバックなんとかプレッシャーかわし、右ドラとからワイドレシーバー14番でしょうか、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかしわずかにオーバースロー、パス不成功でフォースダウンに変わります。結果的にサイドワインダーズ非常に厳しい状況になってまいりました。さあまずはこの陣地挽回を図りたいというところです。パントフォーメーションを取ります。しかしパンターがエンドゾーンにいる非常に厳しい状況のパントフォーメーション。このスナップ乱れましてパンターは非常に厳しい状況、しかしなんとかこれをすくい上げまして蹴り出しました。
ですがパントのコントロール定まらず自陣脱することはできず、ボールオンはサイドラインダーズ陣24ヤードの位置に置かれましての攻守交代となります。さあこれによりまして逆にゴールデンファイターズさらなる加点を得やすい状況を得ました。ボールオン相手陣24ヤードの位置にあります。この位置からゴールデンファイターズファーストアンテ、ここでホイッスル。イエローフラッグが投じられております。さあ果たしてどちらにあった反則でしょうか。スナップ前の反則です。フォルススタート、ゴールデンファイターズ57番5ヤード下がりましてファーストアンやり直します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスにはプレー開始前1秒間の制止、あるいは動かせる選手に制限などがあります。これらを守らずプレーを行いますと反則という形になり5ヤード抜体となります。さあ結果的に5ヤード下がりましたが、しかし、ゴールデンファイターズの攻撃は優位な位置変わりません。ボールオン相手陣29ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン15。ここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはランニングバック10番にピッチしまして右オープン展開を図らせました。この判断によりまして約5ヤード獲得しております。キャリアとなりましたのは10番の北川でした。さあ結果的にそのバッタイを取り返す形に成功しておりますゴールデンファイターズ。ボールオンは相手陣29ヤードからセカンドダウンテン。パス成功、パスだ。クォーターバック7番今度は右に展開しておりました。ファイナリシーは20番にパスを通しまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースト見事攻撃権果たしました。クォーターバック7番が竹内、そして取りましたのはワイドレシーバー20番の山田でした。山田静馬先生のパスが成功。この竹内は中四国学生愛媛大学出身ですが、1年生の時に新人賞、そして4年生の時に最優秀オフェンス、そして MVP を獲得した中四国の名だたる名選手でもあります。パス不成功。今度はフェイクを入れまして右に展開してました。ワイドレシーバー83番にパスを通さんとしましたが、83番これをキャッチミス、パス不成功でセカンドダウンに変わります。このあたりこの雨の影響を感じるワンプレーでした。ゴールデンファイターズ相手陣18ヤードからセカンドダウン10。ここでクォーターバック7番パスを投じんと見逃れましたが、ここにサイドインダーズディフェンスに殺到、最終的に23番を務めましたキュービーサーク、大きなロスに変えました。中田圭司選手がキュービーサーク約10ヤードほど陣地取り返す形に成功しております。53番は村越でした。ゴールデンファイター失礼しました、サックしましたが23番の石原でした。ゴールデンファイターズサーダン20。パス不成功。クォーターバックここで右奥走り込んだワイドレシーバー83番にパス、しかしわずかにオーバースローとなりパス不成功となっています。カメラが設営してあります場所の関係上、建物の構造物と
等によりまして若干見切れるシーンがありますが、その点何卒ご了承願います。さあゴールデンファイターズ再びフィールドゴールに挑戦します。キックレングス39ヤード、このキックも決まりまして3点追加となります。フィードゴール成功、ゴールデンファイターズフォースダウン、ゴールデンファイターズ着実にフィードゴールのより加点を重ねまして、ゴールデンファイターズ6点、最後になぞ0点と現在試合はなっております。それまでの得点はゴールデンファイターズが6点、サイドエンダーズ0点です。それでは得点を挙げました。現在のスコアをご覧いただきますと分かります通り、フィードゴールですと3点ですので、タッチダウンで上げられる本来の7点、8点にはこれは及びません。しかし、これによる得点が最終的に勝敗を大きく分ける要素にもなってまいります。その得点を着実にゴールデンファイターズ重ね、現在リードを保っていっております。さあしかしサイドエンダーズもまだタッチダウンを上げると状況を一気に逆転できる非常に、均衡した状況にあります。そのゴールデンファイターズのキックオフ、さあサイドエンダーズリターンに入った、今度は左サイドエンダーが駆け上がりまして、自陣32ヤード付近を確保し、この位置からの反撃の起点を作ります。時計が、停止できておりませんでした、申し訳ありません、時計の調整を行いたいと思います。1選手がキャッチ、20ヤードリターン、自陣36ヤードでファーストダウン。さあ非常にいいリターンによりまして自陣36ヤードの位置を確保しておりますサイドワインダーズ、ここが反撃の起点となるでしょうか。サイドワインダーズファーストダウンテン、ナイスディフェンス、ここでランプレーから入りました。キャリア16番にハンドオフをしかしした瞬間にゴールデンファイターズなる5番が素晴らしいチャージかけ約3ヤードロスを奪っております。強烈なタックル、3ヤードのロス、素晴らしいロスタックル決めましたのはゴールデンファイターズ5番の大隅でした。セカンドダウン、ファーストまで残り13ヤード、サイドアインガーズセカンドダウン13、パス成功、しかしディフェンス裏がります。しかし今度はプレッシャーをかわし右にスプリントアウトし、ワイドレシーバーに素早いパス、5番のキャッチアンドランを図るというところですが、しかしゴールデンファイターズこれを見逃さず仕留め、ノーゲインに終わらせています。サイドワインダーズサードダウン、新たなファーストダウンまで残り13ヤード、サイドワインダーズなんとか突破口を見出したい展開です。ボールオン自陣33ヤードからサイドワインダーズサードダウン13、ベビータックをクロス、ターンオーバー、ここでサイドワインダーズパスにより突破を図らずところですが、この投球モーションに入ったところ、ゴールデンファイターズプレッシャーかけこのボールをロスト、落としたボールはファンブルとなりまして、ここでそのボールを押されたゴールデンファイターズに攻撃権があります。ターンオーバーによりゴールデンファイターズファースト、アキサのメッセージありがとうございます。まるでそのメッセージがチームに伝わったかのような素晴らしいビッグプレーがありました。さあこれでゴールデンファイターズ非常に有利な位置から攻撃に入ります。ボールオン相手陣25ヤードからゴールデンファイターズファーストアンテン、パス不成功、セカンドアン、ここでクォーターバック7番右奥走り込んだ83番にパス、しかしこれはディフェンスカバーありましてパス不成功、セカンドダウンに変わります。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、ゴールデンファイターズ何もピッチャータックル受けましたが、相手ディフェンス引きずるようにセカンドエフォート系をして8ヤードのゲイン、
タフなランを披露したのは1番の島田でした。ランニングバック1番島田剛也選手の中央プレーです。ゴールデンファイターズサードダウン、ゴールデンファイターズサードダウン2。キュービーさん、これはナイスディフェンス。クォーターバックながらスナップ乱れた拾い上げハンドオフを試みましたが、このプレーの乱れをつきましてサイドエンダーズ9番が吸収。このランプレーをロスタックでしとめましてフォースダウンに変えます。岩永春樹選手がキュービーさん、見事このロスタックルを決めたのは9番の岩永でした。ゴールデンファイターズラストダウン、フィールドゴールを狙う模様です。さあここでゴールデンファイターズフィールドゴールを再び2度狙います。さあ3度目、これも決まることができるでしょうか。キックレングスは38ヤードとなっています。ここでホイッスル。チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ前半1回目です。ゴールデンファイターズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。チームタイムアウトの要求、アメリカンフットボールでは前半後半アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ゴールデンファイターズまずはゴールデンファイターズここで作戦タイムを取りまして、この最後の攻撃権の行使方法を議論いたします。6点、サイドワインダーズ0点です。さあそのタイムアウトを解けまして、まもなく試合再開という形になります。ゴールデンファイターズはフォーメーションフィールドゴールトライのフィールドゴールフォーメーションを保ったままに、現在あります。さあこの4回目のフォースダウン、果たしてどのようにこの1回を行使するでしょう。フォーメーション変えません、フォーメーション変えません、フィールドゴールトライです。キックレングス38ヤード、さあどうだ、このキックはショート、フィードゴール失敗。今回のフィードゴールは結果的に失敗となりまして無得点となりました。4回目の攻撃を行使しましたので、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりましてサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズ、さあサイドワインダーズなんとかこの3回目のフィードゴールは結果的にしのぐ形に成功となりました。さあまだ得点差6点という状況、なんとかタッチダウンでその状況を覆したいといったところでしょう。ボールオン自陣20ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。ゴールデンファイターズナイスディフェンス。ここでランプレーによりまず状況打開を図るというところでしたが、ここにゴールデンファイターズディフェンスに殺到、なんとかランニングバック、これをカイプグランドというところでしたが、結果的に大きなロスに変わっております。サイドワインダーズランニングバック、右オープンへ展開してしまったが、ゴールデンファイターズの速いディフェンスに阻みまして、このゴールデンファイターズ失礼しました、サイドワインダーズセカンダウン18の状況になっています。8ヤードのロスです。サイドワインダーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り18ヤード、パス不成功。ここでサイドワインダーズパスプレーにより状況打開を図りました。しかしこれはあわやインターセプトという非常に危険なプレーとなりましたが、なんとかこれはパス不成功となっています。ゴールデンファイターズ非常に惜しいチャンスでした。エキスポフラッシュフィールド、失礼しました、MK タクシーフィールドエキスポ、雨足強くなってまいりました。サイドワインダーズサードダウン18、さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーにより状況打開を図ろうとしましたが、これを察知しましたゴールデンファイターズ32番仕留めましてフォースダウンに変えます。
見事対応いたしましたのはゴールデンファイターズ32番の西谷でした。パスプレーから中央を突き落としましたが、ゴールデンファイターズの速いディフェンスに合いまして、このプレーも大きくパスです。サイドアイナーズフォースダウンでパントフォーメーションを取ります。フォースダウン、新たなフォースダウンまで残り21ヤード。ここでホイッスル、ここでファールマーカー、何か反則が発生した、反則発生となっています。イエローフラッグが投じられました。フォルススタート、サイドワインダーズ16番、ゴールまでの半分の距離を抜退してフォースターをやり直します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。全員が揃ってスタートしなかった模様です。本来なら5ヤードのペナルティーですが、残り距離ありませんので、その半分の距離の抜体となります。サイドラインダー、フォースターをやり直し、厳しい状況の中、なんとかこれを蹴り出しまして、サイドバインダーズに40ヤードを超えた時点まで進めて、この位置で攻守交代となります。しかし攻撃権は相手、ゴールデンファイターズ有利な状況でゴールデンファイターズの攻撃権と変わります。ゴールデンファイターズ側、失礼いたしました、ゴールデンファイターズ敵陣40ヤード進めるファースダウン。さあ攻守変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃、ゴールデンファイターズ相手陣40ヤードからのファーストダウンテイ、さあまずランプレーから入りました。7番竹内亮選手の中央プレー、3ヤードのゲイン、クォーターバック7番のランプレーによりまして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっています。さあ今度は中央へのランプレー、しかしこれはサイドラインダーズを踏ん張ります。中央突破許さずサードに変わります。今田剛也選手の中央プレイ、1ヤードのゲイン、ゴールデンファイターサードダウン、ファーストダウンで残り6ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン6、パス不成功。この距離をクォーターバック7番パスによって突破を図ろうとしましたが、これはサイドラインダーズ見事にカバーし、パス不成功、フォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン6、パンクフォーメーションを取ります。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバック、タッチバックとの場合はボールは相手攻撃に変わりまして、相手陣20ヤードからの攻撃と変わります。エンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなります。レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウトです。ここでレフリータイムアウト、現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。パントボールがエンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなり、サイドラインダーズ自陣20ヤードからファーストダウン。
本日は風雨激しい天候のため、非常に、映像が乱れてしまっているシーンが多々ありますが、何卒ご了承よろしくお願いいたします。サイドワインダーズ、ラニングバック16番。まずサイドワインダーズはランプレーからこの攻撃展開を図りました。ノーゲイン。結果的にゲインは1ヤードでセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズ、セカンドダウン。ファーストまで残り9ヤード。サイドワインダーズ、セカンドダウンライン。さあ再びワンプレー、今度は左オープン展開、キャリア16番。しかしこれも約3ヤードほどのゲインとなりまして、サードダウンに変わります。ここでホイッスル。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが取られます。プレーのプレー、サイドワインダーズ、ランニングバック16番、奥谷幸太郎選手の中央プレー、中央から左オープンへ走りまして約3ヤードのゲイン。サイドワインダーズ、サードダウン、ファーストまで残り6ヤード。画像乱れておりました。申し訳ございませんでした。サイドワインダーズ、ランニングバック7番、藤本翔太選手、右をスタックルしのランプレーですが1ヤード以内に抑えられています。サイドワインダーズ、ラースさん、ゴールデンファイターズ前半2回目です。ここでゴールデンファイターズ前半2回目のタイムアウトを取りました。チームタイムアウトを要求です。それまでの得点はゴールデンファイターズが6点、サイドワインダーズ0点。前半終了まで残り59秒。雨対策に追われておりますので、ちょっと画像に乱れが生じております。申し訳ございません。タイムアウトを届けまして試合再開となります。さあこのパンドリー陣地はゴールデンファイターズ陣まで取りますから、ちなみまして攻守交代となります。ハントボールが停止した時点よりゴールデンファイターズの攻撃へと変わります。ゴールデンファイターズ自陣39ヤードでファーストダウン。前半終了まで残り45秒。
さあここでイエローフラッグ反則が発生しています。サイドランダーズ1番ディフェンスライン中田健二選手の守備さん、これは果たしてどちらのチームの反則でしょうか。反則が発生した模様です。ホールディングゴールデンファイターズ57番10ヤードのペナルティでファーストを繰り返します。オフェンスの反則です。ホールディング相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。10ヤードバッタリしましてファーストダウンやり直しとこの場合はなります。ゴールデンファイターズファーストダウンをやり直します。パス成功。ここでスクリーンパスを展開しようとしました。スクリーンパスはロングパスに見せかけ手前にいるランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図るデザインプレーです。しかしキャッチしました1番ここでスリップしまして結果的にノーゲインとなっております。セカンドダウン、ここで前半終了となりました。前半が終了しただいまでの得点はゴールデンファイターズが6点、前半終了となりまして点ゴールデンファイターズ6点、サイドワインダーズ0点、ゴールデンファイターズが2つのフィールドゴールでリードを奪う形で前半終了となっております。失礼いたしました。ハーフタイムは12分間です。しかし双方ともその互いの意地をぶつけ合う素晴らしい熱戦が繰り広げられております。残念ながら天候不順のため、非常に雨が多くまた撮影も乱れておりましてこの点誠に申し訳なく思っております。できる限りその環境を維持しつつ、配信を続けていきたいと思っております。何卒ご了承よろしくお願いいたします。このハーフタイムもこの、配信の一旦のインターバルとさせていただきます。さあ審判団フィードに戻りましてまもなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半終えましてゴールデンファイターズが2つのフィードゴールを決め6点リードする形となっております。その意味ではゴールデンファイターズ有利な展開でありますがしかしこの差がまだタッチダウンで一般的に言われる7点に達しておりません。言い換えればサイドワインダーズも1回タッチダウンを上げることによってこの状況を覆るという非常に緊迫した状況にまだあります。さあその突破口を双方ともこのハーフタイムで見出すことができたでしょうか。その答え合わせとなります。後半戦まもなく開始となります。後半戦はゴールデンファイターズのキックオフで再開する形になります。キックオフを務めますのはゴールデンファイターズ25番の国木です。対しましてサイドワインダーズはリターナーに7番と12番を配置しました、7番は藤本、12番は田原です。ただいまより後半戦を行います。ゴールデンファイターズのキックオフ、さあサイドラインがリターンに入った、さあ左オープン展開を図りまして自陣22ヤード付近を確保しこの位置からサイドワインダーズの攻撃となります。ゴールデンファイターズのキックオフボールをサイドワインダーズリターナー7番、本日は天候不順ということを見まして機材が、雨天にさらされる状況にもあります。これらの調整もありまして若干映像の乱れ発生すると思いますが何とぞご了承よろしくお願いいたします。前半までの得点はゴールデンファイターズが6点、サイドワインダーズ0点です。サイドワインダーズ自陣22ヤードからのファーストダウン10、
さあまず中央のランプレーを投入しました。まず地上戦によって突破を図らんとキャリア0番にボールをタッチしましたが、しかしディフェンス陣集まりよく1ヤードのゲインにとどまっております。タフなランをまず最初に展開しようとしましたが、何枠0番の本田でした。サイドワインダーズセカンダウンナイン、再び中へのランプレー、しかしこれはゴールデンファイターズ止めます。密集点突破を図るようにキャリア0番にボールを託しましたが、しかしこれはゴールデンファイターズディフェンス陣集まり32番が仕留めまして、このランノーゲイン。さあランに変わります。再びランニングバック0番高下選手にボールを集め中央をつきましたが、失礼しました、キャリアファイターズ0番は高下でした。32番ディフェンスライン西谷選手がタックルです。サイドライダーズサードダウン、パス不成功。ここでクォーターバック11番は中央走り込んでいったレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスタイミング合わずパス不成功になりフォースダウンと変わります。サイドエンダーズパスを投じましたがインコンプリート、ラストダウン。サイドワインダーズフォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。さあゴールデンファイターズリターンに入る。これはしかしサイドワインダーズ24番見事にカバーしまして大きなリターンは避けました。ゴールデンファイターズ以前44ヤード付近からの攻撃に変わります。攻守変わりましてテイクオーバーだ。テイクオーバーゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ自陣44ヤードからファーストアンテン。さあオプションプレーの展開を図ります。クォーターバックは12番に変わっております。まず右左方向にクォーターバック自らキープ展開し1ヤードのゲインとなっています。タミ亮太選手の左足クォーターバック12番はタミ。しかしサイドワインダーズの速いディフェンスになりましてこれはゲインがありません。しかしサイドワインダーズもディフェンスに奮闘を図ります。先ほどのプレーゲインありませんでした。従いましてゴールデンファイターズセカンドダウン10。クォーターバック12番パスを投じようと下がりましたが、ここでプレッシャーを感じましてスクラムに転じまして中央約5ヤードほどゲインとなっています。しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。ホールディング、ゴールデンファイターズ59番10ヤードのペナルティでセカンダーをやり直します。オフェンスの反則です。ホールディング相手選手を掴んでおりました。10ヤードのバッタリとなりセカンドダウンやり直しとなります。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。相手選手を掴んだという反則です。この反則によりましてゴールデンファイターズ10ヤード下がりセカンドダウン20で試合再開。不成功。クォーターバック12番中央に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしパスがショートしパス不成功でサードダウンに変わります。雨の影響を感じるワンプレーでもありました。
ゴールデンファイターズサードアントリー。パス不成功。クォーターは8番中央にいました。9番にパスを投じましたが、これはサイドワインダーズ見事にパスカットし、パス不成功。あわやインターセプトの理由、あわやインターセプトのなりかねない素晴らしいディフェンスを披露し、フォースダウンに追い込みます。ゴールデンファイターズフォースダウンプレー、パントフォーメーションを取ります。ここのパントはサイドワインダーズ陣35ヤード付近でデッドしまして、攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー、変わりましてサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズの攻撃権と変わります。サイドワインダーズ自陣36ヤードよりファースト。さあ攻守変わりましてサイドワインダーズの攻撃、ボールオン自陣36ヤードからサイドワインダーズファーストアンテ。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでサイドワインダーズ中央にランニングバック投入。サイドワインダーズランニングバック16番、ランニングバック16番、そのまま左オフタックル突破しまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストダウン、見事攻撃権更新果たしたランニングバック16番は奥谷。さあ相手陣失礼しました、自陣47ヤードからサイドワインダーズファーストダウンテ。再びナイスラン、ファースト。サイドワインダーズファースト。再び中央のプレー。これも見事にオフェンスライン起動しました。中央突破。連携攻撃権更新になっております。サイドワインダーズファースト。ここでサイドワインダーズ16番の奥谷のランプレーにより状況打開を図ります。さあ相手陣入りましてサイドワインダーズ38ヤードからのファーストダウンテ。これもナイスゲイ。さあ今度は左に展開していたレシーバーにヒッチパス、そこからキャッチアンドラン図らせました。相手ディフェンス殺到する中、それをなんとか粘りまして約7ヤードゲインとしています。ファースターまで残り3ヤード。サイドワインダーズセカンドダウン3。ファイターズナイスです。再びランプレーによって突破図らんというところでしたが、ここでゴールデンファイターズディフェンスライン奮闘、その穴を潰しさらに外へ展開しようとしたランニングバックしちゃいまして、このランロスに変えております。力のこもった攻防戦になっております。サイドワインダーズサーダウンファイ、サイドワインダーズ中央を突き落としましたが、ゴールデンファイターズの硬いディフェンスに阻まれています。サードダウン。さあこの5ヤードどのような展開となるでしょうか。パス不成功、ナイスパスカット。ここで右に展開した5番にパス、しかしそれをゴールデンファイターズ47番飛び込むようにパスカットし、パス不成功としています。見事にパスカットしましたのはゴールデンファイターズ47番の高萩でした。サイドワインダーズこのフォースダウンプレーします。フォースダウンギャンブル、5ヤード獲得しないと攻撃権を失うギャンブルプレー。さあどうなるか、クォーターバックいった。
さあ判定どうか。攻撃権更新ならず、フォースダウンギャンブル失敗で攻守交代、テイクオーバーで攻撃権変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。サイドワインダーズ、ここで勝負としましてフォースダウンギャンブル完行しましたが、しかしゴールデンファイターズを許さず攻守交代となっております。攻撃権変わりましてゴールデンファイターズ、ボールオン自陣31ヤードからファーストアウト、ゴールデンファイターズ自陣31ヤードでファーストアウト。さあまず中央へのランプレー、2周点ランニーバック10番でしょうか、10番に託しまして中央2周点飛び込ませ約5ヤードのゲインとしています。キャリア10番は北川でした。ゴールデンファイターズセカンドダウンファイ、1番にしまして中央へのランプレー、次に向けるように見事に攻撃権更新果たしております。ゴールデンファイターズファースター、キャリア1番は島田です。さあランプレーによって押し返しております。ゴールデンファイターズファースターアンテン、再びランプレー、しかしこれはサイドワインダーズナイスディフェンス、今度は右オフタックル付近突入を図りましたが、これはサイドワインダーズ阻止しまして、1ヤードロスに変えております。ゴールデンファイターズランニングバック10番北川良一選手、右オフタックル付近スクランプレーでしたが、しかしゴールデンファイターズオフェンスライン陣素晴らしい仕事を展開しております。寺越隼人選手がタックル、さあこのライン内の攻防戦も注目しましょう。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ゴールデンファイターズセカンドダウン11、今度はオプションプレー、ランニング1番にピッチ、1番左のオープン展開を図りまして約5ヤードほどゲインとしています。ゴールデンファイターズサードダウン、アルカンファーストで残り6ヤード、キャリア1番に島田、ゴールデンファイターズサダウン6、ここでホイッスル、アールマーカー、イエローフラッグ、反則が発生しています。さあどちらの反則でしたでしょうか。フォルススタート、ゴールデンファイターズ10番5ヤードの、5ヤード下がりましてサーバーをやり直します。オフェンスの反則です。フォルススタート、ステータスタートを切りました。5ヤード抜体しサードダウンやり直しとなります。サードダウンをやり直します。新たなファーストダウンまでは残り11ヤード、ゴールデンファイターズサードダウン中央切れ込んだワイドレシーバー87番にパス、このポストボタンを87番見事にキャッチしまして大きなゲイン、ビッグゲインで攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター、見事なパスを投じましたのはクォーターバック12番の谷、それを取りましたのはワイドレシーバー87番藤田でした。ヤード決めパスター、失礼しました、クォーターバック7番の竹内でした。パス不成功、ここでクォーターバック7番一気にエンドゾーン狙うロングパス、しかしこのパスディフェンスカバーしておりまして不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。なお先ほどの竹内と藤田はともに愛媛大学の先輩後輩となっております。
そのホットライン機能する見事なプレーでした。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、さあトラブル発生、さあ判定どうか、ターンオーバー攻守交代です。ターンオーバー攻守交代。ここでゴールデンファイターズはオプションプレー展開しようとしました。しかしランニングバックにピッチしました。実際にボールをファンブル、ファンブルしました。ボールを押さえたのがサイドワインダーズでしたので、攻守交代です。テイクオーバー攻撃権変わりまして、サイドワインダーズに変わります。さあサイドワインダーズチャンス出まして、ボールオンジリン38ヤードからファーストアンテン。さあトラブル発生、しかしこれはファンブル発生しましたが、ファンブルはしかしサイドワインダーズ抑えております。抑え勝ち点の関係から1ヤードロスとなっています。しかし攻撃権はサイドワインダーズ継続となります。サイドワインダーズセカンダウン、サイドワインダーズセカンダウン12。サイドワインダーズランニングバック16番オプション、ハンドオフオプションの展開、ボールを持つか託すかの選択プレーで、ここはランニングバックに託しました。16番左オープンから駆け上がりまして、これをゲインに変え、約6ヤードから7ヤードのゲインに変えております。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード。キャリア16番は奥谷でした。サイドワインダーズサードダウン4、パス不成功。ここでクォーターバック11番プレーアクションから中央9番のレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスカバーありパス不成功となっています。サイドワインダーズフォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン4、パンプフォーメーションを取りました。さあゴールデンファイターズリターンに入った。さあプレッシャーを回しまして、ボールをゲイン40ヤード付近に返して、この位置からの攻撃となります。地域を挽回しております。ゴールデンファイターズ約15ヤードのリターン、自陣38ヤード付近でファーストダウン。ゴールデンファイターズ自陣38ヤードからファーストダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでクォーターバック7番ハンドオプションから自らキープ、左オープン展開しまして大きくゲイン、ゴールデンファイターズファーストダウン。ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内亮選手、左オープン展開、大きくゲイン。勝者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフリーがタイムアウトが取られています。先ほどのプレー、誠に申し訳ございません。フェイクにつられまして、クォーターバックを見失っておりました。誠に申し訳ございませんでした。非常に鮮やかなフェイクプレーでした。ゴールデンファイターズ敵陣34ヤードで見事な見脚を披露しましたが、クォーターバック7番の竹内でした。
ゴールデンファイターズファーストダウン、試合再開となります。ゴールデンファイターズ相手陣34ヤードからファーストダウン10。これはナイスディフェンス。ゴールデンファイターズクォーターバック12番、ここでクォーターバック12番ハンドオフプレーからプレーを展開しようとしましたが、すかさずサイドラインダーズディフェンスに吸収しました。このグランプレーを6ヤードロスに変えています。ここで第3クォーターが終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第4クォーターラストクォーターへと入ります。第3クォーター終わりまして、ゴールデンファイターズ6点、サイドラインダーズ0点、攻守を入れ替え最終クォーター第4クォーターに移ります。攻守ところを入れ替わりまして、ラストクォーターへと入ります。攻守方向入れ替わり、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。ゴールデンファイターズが6点、サイドラインダーズが0点です。さあ双方位置が変わりまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターの開始です。ファーストダウンまで残り16ヤードゴールデンファイターズセカンドダウン16。ここでゴールデンファイターズパスプレーを展開。12番右に展開していた87番にパス、これを87番キャッチしてそのままサイドライン際独走、そのまま味方ブロッカー引き連れエンドゾーンまで駆け込んでタッチダウン。ゴールデンファイターズタッチダウンで6点追加となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。ゴールデンファイターズトライフォーポイント、このキック見事決まりまして1点追加。ゴールデンファイターズ13点、サイドワインダーズ0点。ゴールデンファイターズ藤田のタッチダウン、ね、パスキャッチダウン、パスによるタッチダウンキャッチによりまして、さらに6点7点追加となって13点のリードとなっております。さらに1点を追加です。これまでの得点ゴールデンファイターズ13点、さあこれにより試合がさらに動きまして、ゴールデンファイターズ有利な展開になってまいりました。サイドワインダーズとしては何としてもこのシリーズで反撃となる得点を上げたいところであります。ゴールデンファイターズキックオフ、このキックオフはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。
タッチバックとなった場合は相手チームに攻撃移り、相手チーム自陣25ヤードからの攻撃となります。タッチバックとなりサイドラインダー自陣25ヤードからキックオフ。サイドワインダーズ自陣25ヤードからファーストダウン10。オプションプレーを展開、しかしここでディフェンス陣奮闘しまして、このランプレーゲインは2ヤード程度にとどめています。2ヤードのゲイン。サイドワインダーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。さあオプションプレーによってまず最初の1点目を加えましたサイドワインダーズ、この次のセカンドダウンはどのようなプレーを持ってくるでしょうか。直樹さんは、応援しておりますゴールデンファイターズのタッチダウンへの祝福メッセージありがとうございます。さあ今度はランニングバックに託しました。左オフタックル付近駆け上がり攻撃権更新図らんと16番粘りまして約7ヤードから8ヤードゲインとなっておりますが、判定どうでしょうか。見事攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、サイドワインダーズランニングバック16番粘りまして見事攻撃権更新果たしております。見事な粘りを見せましたのは16番の奥谷でした。サイドワインダーズファーストダウン10。さあ今度はドロープレーを展開、サイドワインダーズランニングバック16番奥谷幸太郎選手、左オープン展開、16番スピードによって左オープン展開して約2ヤードのゲイン。先ほど粘りあるランを見せました奥谷のランプレーが続きます。1ヤードのゲインです。サイドワインダーズセカンドダウン、1ヤードに訂正です。サイドワインダーズセカンドダウン9。クォーターバック15番右ロールアウトからパスを投じんと構えましたが、しかしディフェンスカバー吉田を見てましてスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。この判断が功を奏しまして約4ヤードのゲインとなっています。サードダウン、パースまで残り5ヤード。クォーターバック、クォーターバックは18番の渡辺でした。サイドワインダーズサードダウン5。さあ今度は左オープンにスクランブルを展開しようとしました、しかしこれはゴールデンファイターズ見事なパシュートに出ましてそのランプレーを阻止、フォースダウンに変えます。18番渡辺明憲選手の左オープンプレーでしたが、ゴールデンファイターズ41番ディフェンスライン見事対応しましたな。ゴールデンファイターズ41番の柴田でした。サイドワインダーズフォースダウン。サイドワインダーズフォースダウン、パンプフォーメーションを取ります。
バントを転がる前に果敢にキャッチしまして、ゴールデンファイターズイン43ヤード付近を確保し、攻守交代、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。44ヤード付近よりファーストダウン。ゴールデンファイターズ自陣44ヤードからファーストダウンテン。まず中央エナのプレー、キャリア10番、しかしこれはサイドラインにならず77番に対応しまして1ヤードロスに変えています。見事な対応を披露しましたのはサイドラインにならず77番の平畑でした。サイドラインダーズの速いディフェンスがありまして、ただいまのプレー1ヤードのロス。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ゴールデンファイターズセカンドダウン11。ランニングバック1番、1周点飛び込みまして味方オフェンスラインのブロックもあり約無ヤードのゲインと書いています。ここはダフナランを何よく1番島田披露しました。サードダウン、ファーストダウンまで残り6ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン6。これはサイドラインダーズナイスディフェンス。右オープンへのランプレー、左オープンランプレーによって展開図ろうとしましたが、これはサイドラインダーズディフェンスフロント陣奮闘しまして、このランプレー阻止しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。井上智樹選手がタックルです。ここでレフリータイムアウト。試合再開です。ゴールデンファイターズはフォースダウン5、パントフォーメーションを取ります。このパントはサイドラインダーズ25ヤード付近でゴールデンとし、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりましてサイドラインダーズに変わります。攻守が入れ替わります。サイドラインダーズ自陣40、成立した24ヤード付近でファーストダウン。サイドワインダーズファーストダウンテン。パスインコンプリート、パス不成功、セカンドダウン。
クォーターバックなんとかパスを投じんと構えましたが、ディフェンスのプレッシャーありまして、パスを投げ捨てました。パス不成功でセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10、ここでパスによる状況を打開図りましたが、あわやインターセプトになるというプレーになりました。しかしなんとかこれはパス不成功で攻撃継続となっております。パス不成功。サイドワインダーズこのサードダウン攻撃をパスプレーで突破を図りましたが、しかし結果的にパス不成功でフォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウンでパントフォーメーションを取ります。このパント転がりよくゴールデンファイターズに38ヤード付近で外に出まして、この位置でテイクオーバー攻守交代となります。フォースダウンはパント攻撃により攻撃権を、パントボールがサイドラインを越えましたので、その時点でボールが出てしまいまして、なんとかパス攻撃で打開を図りたいというところですが、雨のためかコントロール定まらず突破口が見出せない状況にあるようです。さあゴールデンファイターズこれに乗じてさらなる加点狙えるでしょうか。ボールオン自陣38ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。12番ハンドオフオプションから自らキープ、右オープンつきまして約2ヤードのゲインとしています。ゴールデンファイターズクォーターバック12番、クォーターバック12番はタミ、タミ亮太選手約2ヤードのゲイン。ゴールデンファイターズセカンドダウン8、ボールオン自陣40ヤード。ナイスディフェンス。ここでスナップ乱れました。クォーターバックなんとかカバーしようとしましたが、その隙をつきましてサイドワインダーズ0番がサックルしまして約5ヤードロスに変えています。見事な対応いたしましたのはサイドワインダーズ0番の攻撃。サイドワインダーズディフェンスバック9番岩永春樹選手がキュービーサックです。失礼しました、見事なロスタックル披露したのは9番の岩永でした。新たなファーストダウンまで残り、ゴールデンファイターズサードダウン15、さあここでパスに見せかけたランプレードローを投入しました。しかしこれも見事にサイドワインダーズ0番コーゲが対応しましてロスに変えています。サイドワインダーズ53番ディフェンスライン村越隼人選手がタックル、チームタイムアウト、サイドワインダーズ。
ここでサイドワインダーズが後半1回目のタイムアウトを取りました。サイドワインダーズなんとか反撃の機会となります。時間を確保せんとここでタイムアウトを投入しました。タイムアウトを解けまして試合再開です。ゴールデンファイターズフォースダウン19パンクフォーメーションを取ります。サイドワインダーズのチームタイムアウトが解けましてゴールデンファイターズラストダウン。さあリターンに入った。ここでしかしこれはゴールデンファイターズ見事なカバーでリターンを阻止。しかしサイドワインダーズに攻撃権がかかります。サイドワインダーズ自陣33ヤード付近からの攻撃となります。サイドワインダーズボールをキャッチしタックルされた時点より攻撃自陣35ヤード付近でファースターン。ボールオン自陣35ヤード付近となっています。さあサイドワインダーズとしては何としてもこの残り時間でタッチダウンを返したい。サイドワインダーズ自陣35ヤードからファーストダウン10。クォーターバック18番ハンドオフェイから右オープン展開しパスを投じようと考えましたがしかしディフェンスカバーとプレッシャーよく結果的に約6ヤードから7ヤードロスに変わっております。セカンドダウンファーストダウンまで残り17ヤード。サイドワインダーズセカンドダウン17。さあ長いハドルを組んでいます。どのようなプレーを投入するでしょうか。さあまだ行ってる。ここでランプレーを投入しました。何は空16番ハンドを託され右オープントップ上がりましたがディフェンスのプレッシャーをかいくぐりなんとかねじ込み約6ヤードのゲインに変えています。約6ヤードのゲイン。サイドワインダーズサードダウン。しかしまだ攻撃権更新至っておりません。サイドワインダーズサードダウン11。試合終了まで2分を切っています。残り1分40秒。ここでパスプレーを投入しました。攻撃権更新を図るビッグプレーを狙ってのパスでしたがしかしそれを取りましたがゴールデンファイターズ47番インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。攻撃権はゴールデンファイターズに変わりました。見事インターセプトを離しましたがゴールデンファイターズ47番の高木でした。さあ攻撃を取り返す形になったゴールデンファイターズ相手陣45ヤードからのファーストダウン10。中央へのランプレー。しかしここでサイドワインダーズ意地を見せます。このランプレーを0番見事なチャージをかけまして1ヤードロスに変えました。ここでホイッスルチームタイムアウト。サイドワインダーズサイドワインダーズここで後半2回目のタイムアウトを投入します。試合時間確保するためあえてここでタイムアウトを使いました。富山陽大選手です。ニアドのロス。ゴールデンファイターセカンドダウンファーストダウンまで残り12ヤード。試合終了まで残り1分12秒。
タイムアウトを解けます。ゴールデンファイターズセカンドダウン11、ボールオンは相手陣47ヤード、失礼しました、セカンドダウン12に訂正します。ここでもチャージをかけます。クォーターバックキープを展開しようとしましたが、ここでサイドワインダーズ9番がチャージかけまして、さらにロスを奪いました。ここでホイッスル、チームタイムアウト、サイドワインダーズ3回目ラストタイムアウトです。ここでサイドワインダーズ、ここでサイドワインダーズ最後のタイムアウトを投入しました。後半3回目ラストタイムアウトに要求です。ただいま急にタックルいたしましたのはサイドワインダーズ9番ディフェンスバック、見事なロスタックル決めましたのはサイドワインダーズ9番の岩永でした。ただいまのプレイ5ヤードのロス、ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウンまで残り17ヤード、前半試合終了、失礼しました、試合終了の残り1分4秒、さあタイムアウト解けまして試合再開となります。ゴールデンファイターズ、失礼しました、自陣48ヤードからのサーダウン17、ここで中央ランペ一周点突破を図るプレーを展開しようとしましたが、結果的にそれはならず、フォースダウンに変わります。しかし中でプレーが止まった格好ですので、プレーは次のプレーが始まるので時計が回り続けます。サイドワインダーズは後半3回目のタイムアウトを取り切っていますので、時間を止めることができません。ゴールデンファイターズフォースダウン15、パッチフォーメーション30秒、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして、試合時間残り2秒でサイドワインダーズの攻撃に変わります。23ヤード付近に失礼いたしました、18ヤード付近にファーストダウンです。試合終了まで残り2秒、サイドワインダーズ自陣18ヤードからファーストダウン10、試合時間残り2秒、インターセプト、ここでヘルメリパスを投じんとロングパスを投じました。しかしそれは結果的にゴールデンファイターズのインターセプトにより終了となっています。ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了となりました。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催グリーンボールジュニアトーナメント準決勝、試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ13点、サイドワインダーズ0点でゴールデンファイターズの勝利、ゴールデンファイターズジュニアトーナメント決勝進出となりました。雨の中激戦を戦い抜いた両チームに今一度大きな拍手をお願いいたします。惜しくも敗れましたサイドワインダーズ、しかしここ復活の兆しと、兆しを見れる素晴らしいプレーが見える、見事な戦いぶりでした、ナイスファイトでした。エキスポにおきまして12時より本日の第2試合の勝者と対戦が組まれております。グリーンボールジュニアトーナメント決勝戦が組まれております。どうぞ振るってご観戦ください。本日の応援ありがとうございました。そして見事勝利しましたゴールデンファイターズ、
決勝進出となりました。悲願となります。春その、不振になります春、苦手な春をしかし克服戦と今シーズン決勝まで進んでまいりましたゴールデンファイターズ。さあゴールデンファイターズはジュニアトーナメント優勝となるでしょうか。まずその決勝戦進出の切符一つ手に入れる形になりました。撤収向こうで、あのバンバガはカトルナキープします。キープそうとも非常に天候不順の中素晴らしいファイトを見せてくれました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた体側オブ僅差少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てに次の競技としてこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉は彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり影のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく。今しばらくお待ちください。そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたなのかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつこの配信はここで一旦終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その実況と配信そして進行をさせていただきましたのは私道楽屋自社でした。この後に続きます第2試合も配信させていただきます。その時までまたお待ちしばらしお待ちください。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。